突っ込みニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、ランキングをご紹介する前にまずはスポーツの話題です、はい、プロ野球阪神は 雨の影響で2度の中断を挟みコ、うん、ールドゲームとなりましたが、はい、広島に8対0で勝利し、うん、3連勝で8月11日以来の勝率5割に戻しました、ね、昨日大雨の中になんとかゲームできたんですけれども、うん、あとですね言ってる間にもレギュラーシーズンも残り19試合ですからねそうですかまあ本当になんかあ、ね、この間始まったところだなと思ってたんですけれども、うん、まあもちろん優勝もそうなんですが、えー、クライマックスシリーズ進出に向けてというのもね、はい、あのいい景気となっていると思います。はい 続いて大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が ヤンキース戦で今シーズン30号となる逆転のスリーランホームランを放ちメジャーの日本選手で初めて2年連続のホームラン30本を達成しました、ねまあ、リーチがかかってからということだったんですけれども特に今回はです、ね、ニューヨーク・ヤンキース MVP 争いをしているジャッジ選手との、ねうんはい、直接対決ということがあるんですがあの私も先ほどテレビの映像を見たんですがもういよいよ実況アナウンサーがです、ね、おはようございますニューヨークってもう <laughs> あのどこまで分かってらっしゃってわれわれにサビ でも嬉しいですよね。<laughs> 日本人からしたら、あの実況。たぶてもほんま分かってあんのかな。<笑><笑>どこから仕入れてるんでしょうかね。いやいろいろレクチャーしてる人もいるみたいですよ。はい,いです、ね、はい。それではニュースランキング。まずは第五位です。猛烈な勢力の台風11号は2日午前3時現在には沖縄の南の海上でほとんど停滞しています。 今日ゆっくり北上を始め来週にかけて東シナ海を北上してあまり勢力を弱めずに 九州など西日本に接近する予想となっています、まあ、とにかく、まあ、あの少しずつ、ね、飛行機、はい、船も動いてたりもするんですけれども、あの昨日先ほども映像を見てましたら、例えば石垣とか、はいもうね、島になってくると、町の中の,あの食料、ね、ラーメンがこう<ー>品切れになってたりとかという状況としては、ね、非常に厳しいというのもありますしまだまだ猛烈な台風ということですから、引き続き進路、ご注意ください。はい、続いて第4位政府は1日 外交安全保障政策の長期指針国家安全保障戦略など安保関連3文書の年末までの改定に向けて実施した有識者意見聴取の用紙を公表しました。防衛費の国内総生産 GDP 比2%への増額については妥当だなどと支持する意見が多数記されました、まあ、およそ50人の有識者の人17日間、えー、非公式ということで17回会合を行われたということなんですけれども、はい、例えばやっぱ反撃能力ということについて、うん、あるいはこの GDP2% へ向けてということで、まあ、かなり踏み込んだ意見も出てきたということですから日本の安全保障改めて防衛どう考えるかという大事な議論だと思います。はい、続いて第3位 高槻市で去年7月に女性会社員を保険金目的で殺害したとして殺人容疑で再逮捕され1日午前に自殺を図った養子の高井凜容疑者が。 一日午後死亡しました。まあ特にあの事件の全容解明ということに向けて、容疑者の安全というのは非常にもう確保されなければならないんですけれども。特にこの自殺っていうのは、実はあの非常に注意を。中でもしてるそうなんですけれども、まあこういったことが起こってしまうということですよね。T シャツのその部分。はい。はい。続いて第二番。一日のニューヨーク外国為替市場の円相場は急落し、一時。 1>, 1ドル140円台をつけて1998年8月以来24年ぶりの円安ドル高水準を更新しましたまた、あ、一時落ち着いてたんですけれども、はい、またここにきて円安進んでる今回はドル高というところもあるそうがあ原因というところもあるんですけれども、まあ、140円台というと、ねまあ、どこまで進んでいくのかっていうの 大規模軍事演習、ボストーク2022を開始しました演習場には国エトロフ島も含まれており日本政府は北方四島を除外するよう申し入れていますあの昨日も少しお伝えしたんですけれども我々別会に取材行かせていただいてね特にやっぱ北方領土の近さそれからその意識っていうのを非常にまあ感じたんですよね。うんあの あの前田さんにとっては生まれ故郷なんで、はい、それが当たり前ですよねいろんなところに北方領土を返そう返してくれってお話っていうのも道徳の時間も北方領土のお話をしてましたねあのそれぐらいやっぱり特に同等の方にとっては近いお話ですし、はい、この日本政府北方四島除外するよう申し入れている当然のことだと思います時時刻6時24分回りましたこのの後は石田さんの登場です。 上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしています さあ、時刻六時二十六分になりました。ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。え本当、先週はですね。石田さんと、まあ、木曜日に出発して、木、金、土、日と。え四日間もずっと一緒やったんですよ。お風呂も一緒に入って。お風呂も一緒。三、四人でな。ね。三、四人で。車の中もずっと一緒。ほんまに。大丈夫でした。いや、大丈夫。あのね、もう、ず。 と一緒すぎて、なんか今ここで喋ってるの不思議なぐらいで。なんかこう、だかやっぱり、イライラせえへん、あの、あの旅行は。取材です。取材。取材。難しいよな、その、あの、ね、水面では足を、ああ、動かせても、上では優雅にしとかなあかんというね。楽しそうに見せるって、大変な。大変なことなんですよ。そんな口が言うとんね。 いやでも、えー、それこそ別会に行って見えてきた、うん、実は冗談半分という言い方も変ですけれどもいろいろと見させていただいた地方といいますかのす、ねうん、抱える課題みたいなものも合わせて見えてきたので取材とと合わせててお伝えをしいいいきたいと思います、はいはい、そして先ほどご案内いたしました、えー、別会長からリスナーの皆さんに素敵なあ豪華なプレゼントもいただきましたので合わせてご紹介いたしまますでではまずはずこちららの話題からでございます。<music> 祖父の代から3代続く漁師小林誠子さんに聞く深刻化するエゾシカ問題でございます。 えまあ、北海道別海町のふるさと納税の返礼品にも選ばれていますジビエなんですけれども、うん、このジビエを販売するジビエ工房山ま子の代表小林聖吾さん37歳なんですけれども、うん、おそのジビエのもちろんお肉おいしいよというお話から、えー、今先ほどありましたけれどもエゾジカの問題についてもお話を伺いました石田さん本当あの私どもも前田アナウンサーからエゾジカがね、うん、その辺に普通にいるよという話を聞いてたら。はい 本当にいました。はい、いました。本当にいました。はい 正直ねうじゃうじゃっていう感じでは僕らが走ってるところではな僕らが見たんはまだそこまで大きくない大きくなかったかなはいそうですねでもこの小林さんという方がもともとずっとサラリーマン19年間牛乳を工場で作ってらっしゃってサラリーマンやってたんですけれどもおじいさんの代からずっと漁師さんをやっておられて会社をお辞めになって本格的に漁師となって合わせてですねその取ってきたお肉 を,を販売して、えー、そして、それをね、流通させるということなんですけれども。うん、でも、人さん、これ、本当びっくりしたんですけれども、うん、獣害と言われるもの、東海にいると、うんうん、なかなか実感することないんです,けどんですよね。だから、難しいのは、都会の人間ってさ、例えば、その、まあ、鹿にしろ、熊にしろ、なんか、かわいそうやみたいに言うけど。うんはい、いやいや、その害はすごいよと、特に鹿の場合は、別に、あの、直接、人間には被害を及ばせんけど。うん、あの、牧草を食べるらしいね。はい。 牧草地にいっぱいいますよね。美味しいとこ食べらしいね。あの一番の変な言い方ですうスイカでいうと真ん中の一番美味しいじゃん。そこはだからあの本間は牛に食べてほしいんだけど、そこ食いようなね。しかもえええそうってのは繁殖繁殖力が非常に強くてですね増え続けてるそうで、北海道で六十七万頭ですよ。で、同頭だけで三十二万頭ですから。 半分がこ同等にいるということであの年間に、ね、これ数字ピンとこないと思うんですけど被害が1310ヘクタール分の草を食べしてしまう。うん でこれをまあ金額にするとまあ 4, 万円相当という金額といえばそれはね変われへんもんやからね生えてきた部分牛、ね、に食べさせたい部分やからあと牧草ってただ生えてる草じゃなくて、うん、畑と同じように育ててるものなので、うんうん、それを食べられるとそう。 であれだけ広くてもやっぱりその牛さんとかにとっては、うん、いいお乳を出すためにも非常に大事なものだったりしますし、はい、だからええも食べてるからこっちへんのしかば大きいに開いてますよね。うん、ねそうですね,ですねでまた栄養価が非常にやっぱり高いあの、うん 別海とか同等のもは何で大きいね海産物にしても牧草にしてもねよホタテも大きいのも海のあのいうたらミネラルがいいからやって聞きましたということだそうなんですけどでかいねやっぱり。で特にまあ小林さんもそうなんですけれども町から言われてその駆除に行くんですけれどもこれが石田さんなかなか小川先生割合ん あの漁業とか農業は結構女性出るんですけど、うん、そのベースを支えてる漁あ,、うん、あんまり女性出ない、ね、でこの人たちいなかったら結構しんどいですよね。 牧場も、うん、だからあの,あの方たちが売っている数以上にやっぱり増えてきているということはい,いつまでたってもこの被害はなくならないわけな,そうなんですよ、はい、だからあの高齢化してるんでね漁師さんも、はい、でだから熊なんかも増えてきてるわけですよね。特にあの前田さんは実家だ が地元だからと思いますけど、熊、はい、が出ましたっていうのは結構あるんでしょう。あります。道路に走ってても、今の時期は熊出没、何月何日、あ、何日何時頃っていう看板が道に結構立ってます、ねうんうん。新聞にもあるもんね、熊目撃欄が。そうですね。はい、ねラインとかにも多分入ってきます。で、ええー、<ー>まあ、熊というのは非常に本来、えっ、ー、と、臆病でとか、デリケートな生き物なんで、出てこないんですけど、やっぱり食料がない。あるいは出てくる。うん、で、まあ、やっぱり。 非常にクレバーな生き物でもあるので、はい、一度何かそういう味とかを覚えるとというのはある程でその被害後を絶たない、うんまあ、その時にこの漁師である小林さんとかにも出てくるんですけれども、うん、今はただその今言ったように、えー、例えば死からの女性も少ないで玉も高い。玉あの玉アメリカでですね えー、めっっちゃ高くなったんですよ、まあ、コロナでいろんなものが滞ってるのはありますけども、うん、アメリカ治安悪くなったんでね、はい、最近治安悪いんでアメリカの人たちが自分らの護身用に銃と弾を買うんです、はい、それで弾が足らんくなって、うん、今一発1,000円以上しますよ。一一発発でそれが、まあ 小さんぐらいいい腕がいいとね、はい、ちゃんと一発で仕留めることもできるんですけど、ね、そうでない人は無駄打ちをしなきゃな,ならないというのもありますしでもこの、うん、熊出たからであの出てくれ言われても、うん、たまない時やるらしいですよ。あ<ー>あそうなんですかね でえー、一方でじゃあ例えば鹿なら鹿を仕留めましたとなったとしてもじゃあ一刀駆除をしたからといって、えーまあ、たあのその分を,をしっかりもらえるかというと決してそうだからまあまあ小林さんの場合はそのジビエというお肉確かにでもあんだけ大きいお鹿はおいしいやろなと思うんだけども<や> <laughs> で実際にやっぱりあの、まあ、どうしてもジビエというとあのおいがとかね臭みがという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、聞いたんですけどね。 あいた鹿も暴れ回った逃げ回った鹿とかだと体が熱くなりすぎててやっぱり臭みが回るしくなっは血が回ってだから罠量はせえへんってやったね罠は暴れるでしょかかったら暴れさせないですってやっぱりすごいなと思ったのが1 0 0ルぐらい先にちょっとまとみたいな目印のようなものがもっとさあってこれさあれぐらいって どうですか。あ、もうこれぐらいだったら僕らもすぐです。百メートル。ええ、もう二百メートル、三百メートルでもまあこれぐらいだったら多少動いててもすぐです。ええー、すごい。瞬間やでね。瞬間やで。瞬間、ね。そうでないとまああのそれこそ肉も美味しくなくなるし、はい、あの数もカれないし、うん、えとはいえその技術をどうやって伝承していくのかっていう。うんうん ことなんですけど、で、小林さんお話聞いてたら、いや、でもね、やっぱり、僕らはもちろん、その。獣害駆除することも、そうなんですけど、とにかく、美味しいお肉を食べてほしいんです。うんうん、いうことで、すごい人気みたいですよね。そうなんですよ。うんうん、これ、ふるさと納税にもあるんやったっけ。そうです。ふるさと納税にもあるここ。小林さんの、はい、小林さんところのふるさと納税ありまして。今、ちょっと、あの、手元に、えー、我々、えー、鹿肉を出してみたんですけれども。はい、これが、あの、中で、えー 予想で食べた鹿肉とはまた全然違う美味しさという香り全然くさないですねはい、鹿肉の赤身それから脂身付きのロース肉ということなんですけどどうでしょう全然うん。獣臭くなんか一切ないなこれ全然違うでしょ食べ物ありますねこれ牛でも豚でもないなこれなやっぱり鹿なん。んううんですよね ちょっと水分がない感じが。また。あの。うん、例えば、今は、その北海道の牛乳を作る時に出てくるホエー。 乳ね、うん、の部分でお肉をこう包むことによって柔らかみが出たり、うん、より臭みを取るることができてて、うん、保存も効いてくる、うん、でそのパックにして売ってるものもあればもちろんそのままパックにして売ってるものもあるということなんですけど、うんうん、えとにかく、まあ、今後のこういろんなお仕事のこともそうですしお肉のことも含めてなんですけどとにかく一度北海道のこのね同等のジュビエを食べてもらっておいしいので是非偏見をというかね ね、どうしても、うんうん、知ってほらいもらえないというか鹿肉を生で食べさせたらあかんのですけど、うん、実はあの。 生で食べられへんことはないいぐらいねで本当ほえー、保衛で、えー、一旦あの味をねこうなじましているものは、うん、ホジカというブランドを作ったうん、うん、え臭みのない鹿肉ができて通販やふるさと納税で全国に届けてらっしゃってうんであのそれこそ量をいろいろやってらっしゃってうちのスタッフがさよあの「小林さんなんかあのリスナーの皆さんに言いたいことありますか?」って言ったら僕は獣害のお話とか、うん、そういったとこのご理解のお話が来るのかなと思ったら「うんうん、とにかくおいしい 鹿肉を食べてくださいっていう<ー>。もう、もう、めちゃくちゃ美味しい。美味しいですね。うん、ね、あの、まあ、とにかく、でも、そういった意味でいうと、例えば、獣害そうですし。うん、なだろう、例えば、熊の被害とかというのも、うん、本当に身近にある話題です、ね。熊、熊、まあ、面白かったな。そうです、ね。あの、小林さんは、熊、う、もう、うち、張るんやけども。はい、あの、なんていうかな、熊を打ちたいがために、うん、これ、あんまり儲かれへん。 オッケーから全然どがやりしてたことこであるわけあのやっぱり流通させられないそうですね人気がありすぎるんだって、うん、もし熊打ちましたその肉売りますって言ったら、うん、もう秒殺でなくないも？もう殺到してくるみたい<ー>だからもうそんな、うん、あの流通に乗せられへんと、うん、でも自分たちは駆除でも含めて食べたりもするけど、うんうんうん 美味しいあま僕らも普段あまり食べたことないしなんですけれども本当にお肉としても美味しいということだそうなんですけれども。熊もねあの辺りも増えててね北海道実は去年ね北海道の熊による死傷者数がね過去最多やったんですよ去年が。で熊そのねね僕びっくりしたのがあの。 総務省がね発表してたんです。去年発表してたんですけど、北海道ってねあの179市町村があるんですよ。はい。そのうちの92の市町村で熊が目撃されてる。はあ<ー>。そして、うん、市街地で目撃されてる。普通に住宅が立ち並んでる中に熊が歩いとる。へえ<ー>。ヒグマがで、うん、だから今どこにあるわけもおかしいないくらい熊いっぱいいてるんですって。うん、あのまあねあのー もう90年まではクマ駆除してたんですよ。あの、ちゃ,ちゃんとね、春にね、うん、春に出てきおるから、うん、あの、で、そこで駆除してたんですけど、うん、減ったんで、もう一旦やめましょうと。うん、90年でやめましょうって時は、5200とおったんやて、クマ、ヒグマ。それが今やめたもんやから、今、倍以上おる<ー> 1>, 1万2000ぐらいおるわけ。<ー>で、これはちょっと、で、さっき言ったように、漁師さんも高齢化して、その、かなんてうの、駆除してくれる人も減って,てるから、はいはい どんどん増えていくわけ。で、あのオーソの話すごかったな。あとオソ18流で、ね、はいうん、あの結構巨大なあねクマが出てきて。もうすごいわあの18オーソっていうのは場所で、はい、18っていうのは足を広げたときの足の幅。うん、そうなんです。そこから推定でその大きさがわかるそうなんですが、なかその防犯カメラにも映らない。で、うん、おかしな動きするんです絶対二度と来ない。うん。は、うん。うん でまあ、いつ人に被害があるかどうかわからないということなんですけど実は、えー、そう言ってるけども本当におそ十1 8は1頭しかいないのか。そ<う>複数いるかって,ってはいうてそれは最悪なことなんでって言ってはるんですが<ー>例えば牛をすごい殺すわけですよね、はい、しかもその殴り殺しみたいにするわけさあのクマはうん、うん、食べずに。うんうん、で殺した後に、うん、牛を殺した後にあそにそれを食べに来るクマがおったとしたら。はい それは牛の味ジアオークマが増えることなんで、ああまた被害が増えたっていう。まあだから本当あの深刻な問題で、いや本当に一頭しかいないのかということを含めてですし、でもそれをああねハンターの方たちも今高齢化している少なくなってくる、えなんならもう一ヶ月がかりで追わないとクマは仕留められないらしいですね。チームで七人ぐらいになったかな。そのためにそのジビエのまご商売というか。 をしたらその,そのちょっとその1ヶ月2ヶ月休んで。うんうん に行くとだからその意味では本当にいろんなものを犠牲にしてという言い方なんですけど。その恩恵を私たち受けけてるわということなんですよね。ですからこの北海道ならではの悩みでもあるということかもしれませんけれども特に酪農とかさっきおっしゃったようにね女性しやすいものから一方で本当になかなか女性も少ない中で町の方のためにね力尽くしてらっしゃるそんな方いらっしゃる意味でもですね ぜひ我々もなかなかえ鹿肉ですかとかと思ってたりしたんですけどねぜひ機会ありましたらお召し上がりいただきたいまたこれもふるさと納税でもね使われているおりますのでしかしでっかい鹿やったなでかくつるしてるいあかちょっと置いとくやいですかぐらいの大きさありまあと前田さんが持ってきた角はやっぱり落ちてはいなかったですよね落ちてはいなかったですけどそこら中のご家庭にありました。 確かによく見ましたよ、ね、<laughs> はい、うん、だそうでございますはい、では続いていきましょうさあ、実際に行ってみて初めて分かった別会のことがたくさんありました 先週の木曜日から北海道に入った私たち分刻みの取材を行ってきたわけなんですけれども、ね、別海が深掘りすることによって見えてきた地方のいろんな課題というのを改めて整理をしていきたいと思いますが、はい、えまあ木曜日先週実は入ったんですけれども、うん、放送でもお伝えいたしました、えー、まずは酪農の研修センターに行きました。うん、もう僕はもうここから驚きだったんですけど、うん あのそういうのって前田さんとか事業とかで行ったりするんですか？授業というか同級生が酪農を営んでる方が多いので、うん、遊びに行くってなるとその農家に遊びに行くんですね。はい、なのでよくこう牛舎に入ったりはしてました。ねはい、でまああのやっぱり酪農もこれまだ後継者不足の方、うん、まあ後継者不足なので何とかしたいということで例えばそれこそ20代30代 ぐらいですよね石田さんね、うん。そうですね。<っ>あのまあ頑張って四十からできるかもしれへんけども、うん、じゃやっぱりそのお金を借りて。うん いや初めてで返す億単位のお金を借りて返していくということを考えるとあんまりこう高齢から始めるというのはう、まあ、なかなか今度は収支が合わないというか返しきれないというケースもあるんですけど、うん、でも考えたら、うんえっと、20代の頃から夫婦で住み込みで働きますと、うんまあ、もちろんお宿あの、ね、家賃なんとかっていうのは全部出してくれてうん、うん、お給料も当然出ます。年間 ずっとあの牛のお世話を朝早く起きて餌をやって乳を絞って掃除してずっと毎日それを3年間繰り返してまあようやくいろんなノウハウハををしして独立をします、ね、研修所という割にはこうなんか何かんやろうな、うんうん、会社ですね。うんうん、でそこのところでいろんなあ、ね、ノウハウを教えてもらうということなんですが一見ね まあ、お給料ももらって、うん、お宿もね、うん、あの、うちも全部出してくれって、やってるっていうと、はい、うん、と思うんですけど、考えたらこれをずっと毎日ですからね。しかも、俺ら、行ったのは夏の前、まあ<ー>、いい <laughs> 時に行ってるから。そうです。この冬の厳しい寒さの時も。で、それこそ、あの、牛さんというですね、生き物相手にしてるわけですから、僕らみたいに3泊4日で、ね、はい、淡路島行きましょうかっていうわけにはなかなか行かないしも、あのー。 ホワイトボード見ても牛の体調のことばっかり書いてあどの子が出産が間近に控えとるとかこの子の父の出が悪いとかこの子はぼちぼち八臓器とかいうずっと書いてあってで考えた石田さんこれ例えば独立しましたノウハウ出ましたでもお金を借りて牧場を例えば運営してとなってきてそこにまあ言うたらまあローンを返していくわけですからこれ何十年これが続くとなると本当に覚悟を持ってじゃないと。 あの家みたいに払い終わったら終わりやので、て、うん、払っていく途中で拡充していきますから、はい、牧場そのものをねそると、ね、また新たにお金借りてまた返していくという,うそうなるとやっぱりなんていうかな長生きのすごい計画としては壮大な計画になってくる。 だから、あ、ちょっと興味があるんで、やってみようかな。もちろん、まあ、そのきっかけでお越しになることは全然、ね、もう、ウェルカムなんですけれども。まあ、本当に、じゃ、それを続けていけるかどうかってたまあ、これは北海道に限らず、医者さん、例えば、農業、ね、酪農。全部そうですよ。ねやっぱり、牧場、お金かかるね、最初に、結構ね。その辺のあかんから、いろんなもん。そうですよね。うあの、牛の乳搾りなんかも、前田さんは自分でできるんでしょはい。 でも考えたら手でやったと何倍ともつかないわけですから。そうなもうほとんど機機械械化されてまます、ね、そうそう最新の機械があの研修牧場にありましたあの自分で自動で乳が出そうになったら行って機械が勝手にセットされて <laughs> 勝手に絞られて終わったら勝手に帰って,ってあのでもすごいですよね「ビローのな話」というのものなんですがふん <laughs> をしたらしたり自動で勝手に流してくれて。 あれはあれではまたヒロになるわけでね。えー、そうというところ、まあ入念に取材したところから始まって、ホタテバーガーを食べ、うんえー、展望台に行き、展望台どうでした？<laughs> いやあれは素晴らしいけど、残念<ん>あれは展望台じゃないって言ってましたけど、勉強<や>行く前あれはまああの何やろうな津波の避難するとこみたいな感じっそうですね。き出しの本当に。 あの意外とでもむき出しやなあれやっぱり。むき出しですね。鉄骨むき出しの。で、あの町の方がね、えっ、ー、とお昼間もいいですよって言って言ってもら、はい、行かしてもらったんですけど、お昼間でもすごかったですね。やっぱ三周りぐるり全部あの目届くところが全部別会長って不思議やねあれ。しかも建物ないっていう。<laughs> ないですね。全部別会場。<laughs> で僕はあのこの後動画もまた上げたいと思うんですけど、本当三百六十度すごい景色でした。うんうん、でその後お町の松本さんおすすめのミルク カフでソフトクリームを試食あれうまかったな、はい、美味しかったしも350円ですよ<れ>そうなのよ一つたっぷりっあれちょっともし別会場行かったらあのびっくりするぐらいあの農協の前です、はい、農協の前であの売店みたいなのがあって、はい、でこのソフトクリーム地元の方はもうあの美味しいというぐらいカカ私ももう4日間のうち2、3回行きましたそう。そうでしょう 大好きあと僕と石田さんね、うん、この10年分ぐらいの牛乳も,だもんだ朝から牛乳晩飲みに行ってもまずウェルカム牛乳,で、まあ、ム牛乳ねっ、はいえー、と朝起きたらまた牛乳、はい、風呂上がりに牛乳でなんか別会の人って牛乳もらえるんやって、はい ご高齢の方だとそうです,そうです。お子さんとかます公民館行ったらなんかコンビニみたいなとこで「はい、えどこそこさ前田さんのとこ取りに行きはった」みたいな <laughs>。そうで <laughs> であともう一つ面白いなと思ったのはやっぱり確かに、えっと、いろんなものでまた街に来てもらわないといけない前田さんの実家もそうなんですけれども、うん、やっぱ北海道気候がいいのでスポーツの合宿の誘致が非常に盛んでただただ走るための動慮があれいかっていうとそんなわけもなくって例えばトラック。うん ね、陸上のトラック一つ作るにしても、うん、陸上やってる方はご経験お分かりだと思いますが雨降ってべちょべちょになったら今度選手怪我するんで走れないそのトラックにしてみてもえ滑らないように全天候型、うん、晴れでも雨でも対応できるようにまずそこを整備して、うんえまあ、というと土地はありますからグラウンドも全面的に広いものがあってなんならプールもあって。 体育館も新設して、スポーツの合宿の誘致に、石田さん力入れておられました。ね前田さんとこもね、あのお父さん、なるほど松本さん、言ってはったけど、あの、ここの。前田さんとか、すごいですよ、と、体調を見て、あのスパイスの量変えます。よく言ってくれました。って、うちの両親もってました。喜んでました。でも、あの、その松本さんの話を聞いたら、ただただそうじゃなく。 だけでもなくってね、はい、あの町の方は町の方でマラソン選手ってロードっていう、はい、いわゆる市街地を走りに行くじゃないですかちゃんとここから1キロの目印、うん、5キロの目印っていうのを町の方がちゃんと設でしていかにこううちの町というのは合宿に来ていただいたらこれぐらいケアできますよってで選手を送り迎えするためのバスを充実させるとか。はい、あの いや、考えたら、あの地域にとって、観光に来てもらう、街に人が来てもらう。石田さん、すごい努力ですよね。僕、でも、あの別会ってね、面白いなと思う、全部ある。確かに、全部、ある温泉もある、全部あるんですよ。食べるもんも全部あるんだけど。商売系がない。なんか、しんとしてますよね。そうなだ。あの、本当にありました。

それあの、うん、北方領土改正というそうですそうですうです, <laughs> すごいメッセージ性の強い彫刻もすごい <laughs>、はい、ありました。そのでもうほとんどそのなんかこう。 そういうもう商売系がないでしょ。だからそこがもうそれ観光地ってあった。すごいよ商売系が。もうあの本当に言えでもやっぱりラウスいった昆布星なルやんか美味しいしな。ラウス昆布うまいねまたこれ。はい。でその後ですね次の日には先ほど言った小林さんのところだったりとかポークチャップを食べました。ああすポークチャップ。あれはすごかったな。食べきれました？えっとね下さんと僕は分けたんですけど。僕ねあのい 朝ものすごい腹減はんいっぱい食ってまうんで、はい、昼そんな <laughs> <laughs> 腹減るのってあんなごっついわこれすっげるかでもプロデューサーの伊豆田君は4 0 0ムペロッと食べて、はい、すごいで,、はい、で僕はさすがにちょっとあの手取ってもらったそう,だうだでうちのスタッフでみんなで分けたんですけどでも見た目よりあっさりすごいあっさあれまだ4 0 0ム食べるの いや食べないですそうやあ,あんまり行かないですあ人生で一回ぐらいしか行ってもらって行ってほしいんですよあの別会場行ったら行ってほしいんですが、うん、えー、ポークチャップ見るのお店あるんですが 個頼んでみんなでシェアするやつ。それが一番いいと思います。た一個頼むのに、うん、えっと焼くのに時間かかるんで、二十五分とかね、三十分とか,ありますからまで。熱いですもんね。ね、そです。ね、で、その後ですね、ラオスまで足を伸ばして、あの熊野湯というまあ本当天然で出ている温泉を、えー、地元の方とかのご協力で、はい、あの入れるように整備をして、まあこれタダで入ることができる。 ねうん活躍しああいうところにも入ってそして前田さんのところでですねご飯を食べてお父さんと一緒に飲むというまあ本当にハードスケジュールで納豆さんとバーテンになってもらってねあの今回ご協力いたでさらに次の日には切りたっぷみ先に行ってこのコーナーでもやった野生の落語を見に行きました結構いましたねおるおるへえ でこちらもあんまりに商売気がなくて普通だったらラッコが見られる街とかで出してるんですけどでもやっぱり観光客の方のマナーもどっかで問われていて。 あのルパン三世の作者のカウボーイマン先生もね、うん、そこもあんまりアピールしてないかそうなんですね。<laughs> はいえー、とはいえまあ本当に、えー、地方にとってはですねこの、えー、ふるさと納税というのは非常にやっぱ大きな伊佐、うん、さん税収ですよね。うんうんうん、そうですね自分たちの自由に使える、うんうん、あるある程度これに使いたいと思うことに使えるというね。まあですから本当にこういった北海道のように特産品があるところというのは強いんですがでも千七百全国自治体ある中で、うんうん やっぱり上位に入ってないとアクセスもしてもらえないということで、はいうん、特に別会とかそのあたりずいぶん力を入れて、うん、えやってらっしゃる。僕何しようかなとね、うん、アイスクリームをもう一回頼むかな、ね、<ー>はい。あの北海島エビね、それからジャンボホタテありますけれどもさあここでお待たせをいたしましたリスナーの皆さんにはですねいくら 5 0 0ムを抽選で10人の方にプレゼントエーナー別会長おお土産プレゼントのお知らせでございます、えー、さあ先週金曜日に ANA ーーを放送した別会長からプレゼント頂戴しまして、はい、さあこちらの応募方法なんですけども、はい、ちょっと、えー、手順がありますんで聞いていただきたいと思いますがまず、えー、上泉祐一の a ーナー公式ツイッターアカウントこちらをフォローしてください。次に ジャンボホタテといえば別会長ふるさと納税公式インスタグラムをフォローしてくださいどうしたらいいのこれなんか検索すんこれインスタグラムはもう自分でアカウントを持ってる方はそうなんですけど、はい、えそうでない方はもう自分で、えー、アカウントを取って,ってということになりますよね別会長って打つのはい別会長こちらを打つとお検索したら出てきますのですえそちらをおフォローしていただきますだからの 別会長のインスタをフォローで最後もう一つだけ手順がありましてそのお別会長の公式インスタグラムジャンボホタタといえば別会長ふるさと納税公式インスタグラムへダイレクトメールというのを送ってもらいます、はい、ハッシュタグ頑張れ前春と書いて送信してください <laughs> すみませんお願いします思ってなくてもお願いします、ねはい、ハッシュタグ頑張れ前春と書いていふるさと 農政官別会長の人もいろいろメール来るから。そうですそうです。これが応募かどうか。はい。で当選した方にはジャンボホタテといえば別会長ふるさと納税公式インスタグラムから連絡がありますのでそこでいくら五百グラムプレゼントというところでございます締め切り九月九日金曜日の二十三時五十九分でございます応募方法はえーなーのホームページ、えー、ツイッターにも書いております、ね、はいので。 こちらでご確認のホームページ見てもらったら今言ったことは変えた。全部変えた。のツイッターに変えたんです。すみませのツイッターにも書いてございます。はい。そちらの方でご検索くださいと思います。ちょっとややこしい手順かもしれませんが、え、なんといってもいいくら五百グラムプレゼントでございます。え、皆さんからのご応募お待ちをしております。さあ時刻六時五十八分になりました。ではあその他のニュースも見ていきましょう。こちらでございます。 全国の警察が廃棄を呼びかけています殺傷事件が相次いだクロスボーの所持原則禁止にでございます 銃刀法の改正に伴ってガンと呼ばれるクロスボーの所持が今月15日から原則禁止となるのを前に全国の警察がクロスボーを廃棄処分するよう呼びかけています今年3月15日クロスボーの所持を原則的に禁じる刀法、えー、改正銃刀法が施行されました、えー、クロスボーを所持する場合は各都道府県の公安委員会の許可が必要となります、うん、所有者は施行から半年が経過する9月14日までの猶予期間に許可を得るのか廃、うん 廃棄しなければならないということで9月15日以降は不法に所持したことが分かった場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるということなんですね。すねすねあのー、まあうん、これもともと商品名やったんです ところがその防商品商標登録をもう放棄したんで、今もう一般名称になってるから、ボウガンでもクロスボウでもどっちでもいいんですけどね、ボウガンって言った方がみんな,な、分かりやすいかもしれませんよね、これあの、2年前に宝塚市で事件があったでしょ、ありました4人亡くなったありました。 4人3人亡くなったのか、うんか頭をたれてあの事件があって以降ボウガンの規制が厳しくなって、うん、で最終的にこの3月に住刀、えー、法が改正されてい,るというあの僕どれぐらいの方がこう実際持ってらっしゃるのかなというところもねもこれ分かんないのはこの問題の一番ポイントなんです、はい、ではそのあたり時報をまたいでお送りをしてまいりたいと思います7時のお知らせです。 あの、まあ、石田さん正直本当僕どこで売ってるかもしれないしこれが一番のね、うん、この問題の難しいところでほとんどね、うん、この殺傷能力のあるようなボウガンっていうのは、うん、ネットで売られてたんですあ<ー><ー>だからその誰が勝ったかなんて記録残ってないいいくつルルしてるかが分かがんなわでそれであの宝塚の事件以降も同じような事件が続いたんでこういう規制になったんですけど、はい、あの今一応ね先長ぐらいはねもっとかな3か月で先長ぐらい、えー、まあすいません,すません、ね、これじゃあ あのステーマスで警察に持ってきはったんですけどそれがどれぐらいに当たるのかが全く分からないあのでそれこそ、まあ普段売ってることを見たことないし、うんうん、どういう目的でご購入されるか分かんないというのはねさっきちょっと小林さん漁師さんの話もありましたけど漁師さんっていうか漁で弓を使うことは禁止されてるんですあそうなんですか、はい、あの長寿保護法でへ 禁止されたんでどういたいかな小林さんの話が分かりやすいんですけどしとめる時に小林さんは一発でしとめるでしょ相手を苦しませないでしょって苦しむんですよだからどうせ苦情するということであってもね苦しませんのはよくないというのがここで弓矢はあかんとなって弓矢ってなったからボウガンは弓矢じゃねえじゃんってなってたんですよ。 吹き矢もねそうじゃねえじゃんってなる,なるほど。ということで弓を取って矢を使っちゃダメにしたんですなるほど3年ほど前に、はい。なるほど。うん、ええー、か5年ほど前か、うん、それなので今量に弓は使えませんし傍眼も使えませんし吹き矢も使えないなるほど唯一使えるのはその麻酔のための傍、うんうん、眼であり吹き矢なんですよね。なるほど、うん あの確かに銃刀法日本の場合は銃に対する規制とか管理ってすごいしっかりしてるじゃないですかそれこそ,うそう小林さんの銃に,にしても非常に厳重に管理されてるし僕らもちろん勝手に触ったりして、ね、見るだけでもっあんけですけど触ることすらできないぐらい管理されてるけれども、うんうん、おっしゃるようにボウガンに関して言うと、うん、その数がどれぐらいあるか分かんない。かんないね、それれで半、まあ、半年年間間月にに法律が施行されて半年間今のうちにも 持ってきてくれたら、別にそれはそれで、うん、あのもうこっちで廃棄しますっていう期間が9月14日で終わるんですよ。うん、15日以降持ってたら許可なく持ってたら逮捕されますから。ああこれ勝手に捨てるはどうなんですか？うーん、ダメでしょうね。<ー>だからあの持って行ったら普通に、あ<の>だからあはいはいわかりましたって拾ってくれるんで、んあのこういうことがあるとね、うんえー、まず警察が考えるのはさっきに摘発しようと思うんです。 一人誰かを摘発したらそれがねまあ言ったら教訓というかほど、まずいんやというニュースになるとねああまずいってまだちょっと遅れたけどすいませんこっそりこれ持ってきましたみたいなあるかもしれんからだからこう警察としてはやっぱり摘発まず動くと思うんですよね持ってる人だから今のうちですよ14日でやったらもうすっと「配当ですか?」で受け取ってくれるんであの持ってる人からするとこのニュースには敏感になりますよね うん、ただ何のために使ってんねんことやね普段そうですねあの殺傷能力のあるもんってさゲームにも使えへんわけやんそうですねうん、うん、そうですねフライパンうち抜くんよええ すごい力すねそうですよねそんなもん必要ないんやふだん変な言い方ですが誰か身の回りの人で持ってるっていうとちょっとドキッとしますよねそう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 何のために持ってんねん今競技にしてはちょっとそこまで威力はいらんやろということですからねで最後に言わせてもらいたいのこういうニュースがあると勝った時は合法やった 勝った時は合法やったけどその後いろんな事情で違法になって持ってたら逮捕っていうのは財産権の侵害ではないかというなまじ憲法をかじった人間が言い出すんですよ。これはね侵害じゃないです。憲法よく読むとねしょっちゅう出てくるのが公共の福祉に反しない限りという言葉なんです公共の福祉に反しない限り公共福祉権はあるしいろんな基本的人権はあるんです。ただその 違法持ってることが違法になった時点で、うん、これはもう公共の福祉に反してるわけです、ね、なるほど、うん、だからそれを没収するというのは何もその財産権の侵害にならないですだからこれはもう抵抗しても無駄なんで、うん、はいなるほどもうあの14日までにきちんと最寄りの警察に、うん、あごめんなさいこれあのもう処分しようださい持ってたはいはいってそんで終わりですからうん、うん、なんでね。うんうん あのまあなかなかその我々にとってどれぐらい身近なのかなと思いながらではありますけれどいうように本当に今どれぐらい数があるか分かんないけどねあのまあ競技用とかはええってなってるから実はまだネットで普通に売ってるんですよ。ままだ普普通通にによあるが売ってすそういうのも随時取り締まって敵化されていくってことなるんですかね 許可を取らえるわけやし、うん、え射撃の競技には使えるわけやから手順を踏んだら持てるわけで、勝ったらそこまであかんとはなってない、勝った人の記録は残ってあると思うそこからあとはしっかり管理ができていくという、ね、はい、だそうでございます。